はい、じゃあよろしくお願いしますえ。今回は小学校3年生の算数、巻尺についてやっていきましょう。で、今回ポイントは全部書いてあるので、問題が5問あるんですが、これ何かっていうと、一つの巻尺です。これ同じ巻尺だと思ってください。なんだけど、長すぎるので全部書けないから、スタートの部分と途中のある部分を書いてみました。その 5箇所。1,2,3,4,5。ここの長さがいくつでしょうかっていうのが問題だと思って、ぜひね、チャレンジしてみてください。で、パッと見て、あの、わかんないなって、難しいなって思う方は、今から全部説明するんで、聞いてもらえたらと思います。いいかなでは、早速ね、ポイントの説明から始めていきましょう。 でちなみに、巻尺のね、見本をお見せしたかったんですが、持ってないので、ちょっと見せらんないんで申し訳ないんですけど、まあ、教科書とかね、載ってるかもしれないで、そこで見てみてください。で、薪尺っていうのは何かっていうと、長さを測る道具です。<え>長さを測る道具。で、みんなの、えー、と身近な、一番身近な長さを測る道具は、きっと巻尺じゃないんだよね。何かっていうと、この子です。じゃん。みんなの今日、あの、 あ、見えない。あのー、筆箱にも入ってるかもしんないんだけど、これ定規です。多分これが一番短い。ちなみにこれね、15センチ測れる定規でもうちょっと長いのもあるんだ。これは仕事で使ってる。透明だから見にくいけどね。これ45センチ測れる定規があります。みんなのは何センチかなで、例えば長さを測る道具っていっぱいあります。いっぱいある。でもその中で巻尺は特徴がね、特にこの特徴が2つあって何かっていうと、 長いものを測るのには巻尺ね。めちゃめちゃ使えます。例えば、みんな身長は1メートル、10センチ、20センチ、30センチぐらいかなだと思うんだけど、例えばこの45センチでさ、みんなの身長測ろうと思ったら、えっと、45、次、えっと、45、2個分みたいななっちゃうじゃん。めんどくさいでしょそういう時に、まあ、巻尺とかね、そういうのがあったらやっぱり長いもの。で、これでは測れ、定規では測れない長いものを測ったりするのにすごくいい。いや、もっと言うと、 何十メートルとか、百メートルとか測るのに使うのが巻尺です。すごく長いものを測るのに便利。もう一個、これです。これすごい特徴で、丸いものの周りを測るときに活躍するんです。で、これちょっとさ、この問題いく前にちょっと説明させてね。どういうことかっていうと、ここにじゃんお茶を持ってきました。私が仕事中飲んでるお茶です。で、例えばお茶のね、これ上から見ると、丸ですよね、周りは。カーブしてます。ここを、 定規を使って測ろうとすると難しいよね、うん。曲がらないってなるよね。だから測れないんです。で、こういったものを測るときに薪尺が使える。で、ちょっと巻尺と違うんだけど、家にね、メジャーと言われる。これメジャーね。ちょっと硬いんだけど、巻尺はね、もっと柔らかかったりします。これもね、曲がるんです。ちゃんとこうやって。で、これはちなみに5メートルまで、見える ?5 メートルまで測ることができるんですが、で、まあ、これでね、この周り測ることはあんまないけど、ペタってくっつけるじゃん。そして、ほら。 カーブすすするるるからぐるっと一周れれば長さが測れるんですちなみにこれねこの目盛り見ると2 1ンチ5ミ、mm、リぐらいこういった感じで曲、ま、がとごめん丸いものね周りを測るときとかそういったときに巻尺まあ今メジャーを使いましたけど、まあ、メジャーも仲間なんでね巻尺のねこういったところに活躍するっていうのをぜひ覚えておいてくださいいいかなまあ前置きは長くなりましたがあとは目盛りを読めるかどうかです で、メモリを読むときは、ちなみに、巻き直が結構簡単です。で、なんでかっていうと、基本的に1センチずつ。1センチ、2センチ、3センチとなっているので、数えていけば OK。で、しかも今、スタート0から始まってるから、えー、っと、1、2、3、4、5。で、ちなみに、10センチずつ。<え>10、20ですごく長い、えー、っと数字が書いてくれてます。あと、5のところ。つまり、5のところ、15のところ、25のところが、 ちょっと長くなってます。そこを目印,目印にするとすごくよくて、ここ5だよね。だから、6、7ってわかるので、ここは7センチメートル。いいで、次、ここ、さっきね、15、10と20の間なんで、ここは15センチメートルと。で、ここ、30があって、それのお隣さんってことは31だよね。ちょっとこっちがね、入らなそうなので、 めこっちに書きますね。あ曲がっ、ちゃった31センチメートル。ここね。まあ、こんな感じです。で、ちなみに、巻尺の問題、みんなのテストとかでもね、結構出てくるのが、最初の部分ではなくて、こっちです。途中の部分。で、途中の部分ですごく大事なのが、こいつ。絶対に、ほにゃららメートルって書いてくれてる部分が必ずあります。必ずです。 で、これを目印にしていきます。で、なんでかっていうと、ここ23メートルの部分です。ね、すごい長いね、長さを測れるんですけど、23メートルの次は23メートルと1センチ。23メートルと2センチとなっていきます。じゃあここ10って書いてあるからね。ってことはここいくつかっていうと、さっきちょっと長いのが5って言ったので、お隣は6です。ごめん。こっち飛ばしてこっち先やってるけどね。5の次6なんで、23メートルと、 6センチなんです。で、それをちゃんと書いてあげる。で、どう書くかっていうと、先にメートル書くから、23メートルを書いて、隣に6センチメートルっていうのをくっつけてあげてください。メートルを先に必ず書きます。23メートル、6センチメートルです。で、実はなんでこっち先にやったかっていうと、こっちのは簡単なんです。この中で一番ミスが起こるのはこれです。4番です。なんでかっていうと、まず、ここね。 80があるから、81、82、83、84なんで、ここがね、84センチなのは分かるんですよ。数えやすいから。で、何を間違うかっていうと、何メートルかでミスります。結構。さっきとこの23メートルみたいなやつ。この後ろの84センチメートルって書く部分はできるんです。みんな。つまりここです。ちなみにこれさっき答え書きます。これは、 22です。つまりここの4番の答えは22メートル84センチメートルになります。じゃあなんで22なのかっていうと、それで役立つのがこの子です。23メートルね。今、ここに23メートルって書いてあるから、ここ、つまりね、ここが23メートルの部分なんだよね。こっからまあ23メートルゾーンが始まっていくわけよ。じゃあ、その前の部分って、 ここまで長さがいけば23。その前は当然22メートルのとこだよね。だからこっから、こっち側は22メートルの部分なんです。23メートルの1個前だから。だから、ここ、書いてないけどね。書いてないけど、22メートルのえっとゾーンでそこの84センチ。つまり22メートル、84センチっていうのがわかるので、こんな感じで、ぜひね、答えてみてください。 はいということで今回はね巻け尺についてやっていきましたちなみに長さの動画はここで終了となります次回からはですねまた割り算が始まりますしかもただの割り算じゃなくて あまりのある割り算っていうのが始まります。で、ここはですね、結構苦手な子が出てきやすいところにはなりますので、まあ、そこをね、しっかり、あの、苦手な子もできる子もそうですけど、見てよかったと思ってもらえるような授業動画頑張って撮っていくんでね、よかったら次回の模様も見てみてください。それでは、今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。またい、ねお疲れ様でした。